これは全てが終わりを迎えた終末の物語。節約しろ。給油施設だって次どこにあるかわからないんだぞ。なるほど、私も武器を持っておくべきだったか。戦争って殺し合うんでしょ？なんでそんなことするんだろうね。ねえ、せっかく外に出たんだし、スープ飲もうよ、スープ。文明が崩壊し、誰もいなくなった世界で二人ぼっちになってしまったチトとユーリ。二人は今日も愛車欠点クラートに乗り、延々と広がる廃墟をあてもなくさまよう。すべてが滅んでしまった世界を2人の少女が旅する終末ファンタジー。テレビアニメーション「少女終末旅行」10月より放送開始。絶望と仲良く。